今日の動画は残酷だけど現実を知れます。Hey guys, I'm Arisa Nonase. 皆さん、こんにちは。Nonase Arisa です。こちらの立花明さん、言ってはいけない残酷すぎる、真実という本ですね。こちらの本をもとに、皆さんにとって残酷すぎる現実をお伝えしようかなと思います。まあ、言ってはいけないっていう風になるんですけど、結構耳が痛い感じだと思います。私もね、これ読んでて、もう目を塞ぎたくなるようなことばっかり載ってたんですけれども、まあ、その中でもね、やっぱりこう、現実を知るってすごい大事だと思うので、特に勉強とかね、教育のところについて、まあ、勉強系 YouTuber なのでね、ご紹介していこうかなと思います。まあ、頑張っても報われないことってあると思うんですよ。勉強でも仕事でも。でも、それがなぜかっていう真実、まあ、事実を知ってそれに対して対処する、それで上手に使いこなしていって克服するっていうのがね、大事になってくると思うので、やっぱりそれはそれで残酷すぎる真実であっても、知らないと逆にうまくできるはずみたいな感じでプレッシャーになっちゃう可能性もありますよね。なのでやっぱり真実、現実を知るのってすごい大事だと思うんですよ。芸能人の第2世って芸能界に入ってたりとかしますよね。またスポーツ選手の子供ってスポーツできそうな今感じしませんか？あとは大学教授の子供さんって頭いいんじゃないかっていう風にね、思いがちじゃないでしょうか。イエスという答えた皆さんにお聞きします。2番目の質問、じゃあ成績が悪いのは親のせいでしょうか？子供が逆上がりできないのは親が運転手だからでしょうか？これに対しては私もイエスって言えないんですよね。でも実際これってバイアスがかかっていて、要は負の知性に関しては遺伝しないっていう風に思い込んでるところが私たちってあるんですよね。そんなことないんですよ。なので頭がいいのは遺伝して、頭が悪いのは遺伝しないとか、運動神経いいのは遺伝するけど運動神経悪いのは遺伝しないとか、そんなことはないんですよ。遺伝子なんでもう割合決まってて、遺伝するものは遺伝するんですよね。っていうのがすごい残酷な真実ではあるんですけど、じゃあどれぐらい知能は遺伝するのかっていうところに関して言うと、まず論理的推論能力っていうところ、まあ、要は論理的に物事を話したりとか、そういったところの知能がなんと 68% 遺伝します。また IQ、 一般知能って言われている IQ に関して言えばなんと 77% も遺伝します。つまり知性、まあ、知能に関しては7割から8割遺伝なんですよ。バカなのは親がバカだから、遺伝だからしょうがないんだみたいな感じにね、開き直っちゃうといけないんですけど、でもこれ現実なんですね。7割から8割知能が遺伝するっていうのはどれぐらいすごいかというと、なんと身長が遺伝するのは 66% って言われてます。体重が遺伝するのは 74%。 つまり親が背高いから子供も背高いよりも、親が頭いいから子供が頭いいとか、親がバカだから子供もバカの確率の方が高いぐらいだっていうことなんですよ。これ恐ろしいですよね。もう秘宝すぎると思うんですけど、じゃあここで終わったらね、もう悲しいまま終わっちゃうんで、じゃあどうするかっていうところになってきます。で、また今日の動画ではですね、これに対する対象を私なりにこう見解を述べさせていただく。プラスアルファ、じゃあ精神的な部分はどうなのか、どれぐらい遺伝するのか、外見的なところと知性って関係あるのかっていうところまでね、お伝えしていこうかなと思いますので、ぜひ最後まで見ていいと思ったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。勉強に関してですね、まあ、知性が遺伝っていうのは、もう受け入れましょう、まず。で、それを受け入れた上で、じゃあどうしていくかなんですが、私がいいなと思うのは、まあ、親に聞いてみることじゃないかなと思います。成績どうだったとかじゃなくて、どういう風に勉強していたかとか、どういう覚え方が親にとって覚えやすかったのかっていうのを一回聞いてみるといいんじゃないかなと思います。やっぱりその、勉強っていう一括りであったとしても、例えば国語が得意な人で算数が苦手とかっていうのもあると思うし、覚え方でも見て覚えるタイプが遺伝している可能性がありますよね。なので、親の勉強法って皆さん聞いたことありますか？私意外とね、そういう話したことないなと思って、ちょっと面白いなと思ったんですけど、そんな風に聞いてみて参考にしていくのがいいんじゃないかなと、効率がいいんじゃないかなと思います。また、皆さんもしお子さん見えるのであれば、自分は私はこういう風に覚えたら覚えやすかったよとかっていうようなお話を全員子供さんとしてあげる素晴らしい親だなと私は思います。まあ、そんな風にですね、自分の得意、例えば勉強はできないけどスポーツはできるとか、そういうのもね、遺伝されていくんだなっていうのをちょっと親としてね、こうわきまえておくと、子供に対する教育の仕方っていうのが変わってくるんじゃないかなっていう気がしました。で、まあ、私の親に関して言うと、実際ね、これ思い返すと、まあ確かにみたいな、私の親両親とも別に頭がずば抜けていいわけでは全然ないんですね。ないんですけど、ただまあ母親が30の時に、アメリカン
大型のバイクのね免許を取りに行ったりとか、40になってからリンパの資格を取ったりとかしてたんですよね。で、父は父で今50いくつなんですけど、スペイン語にハマって語学の勉強すごいしてるんですが、英語喋れないのにまあそんな感じで、まあいろんなことに興味があったりとか、勉強していくことを日々こう追いかけていくのって、あ、これ遺伝なんだなって思いましただから頭がいいとか悪いとかっていうよりかは、私の場合はその好奇心とか学ぶことに対する楽しさとかっていうのは、これ多分遺伝が大きいような気がすごくしてて、そこすごい納得できました。皆さんどうでしょうか。多分勉強好きなね視聴者さん多いと思うんですけど、親も勉強好きとかっていう方いたらね、ぜひコメントでストーリーお話ね、教えてもらうと面白いんじゃないかなと思います。で、まあこれ私の見解プラス、まあ一応このオリジナルズ、アダム・グラントさんのオリジナルズとか、あとまあグリッド、やり抜く力とかにも載ってるんですけど、まあ学力が高い、例えば成績がいいからといって、まあ成功するとも限らないですし、あとは、まあ要は親の知能が高いことによって、例えば、いい仕事につけて、稼ぎもいいと。で、自分の子供に対しても教育のその質っていうのを理解してるので、お金をかけた教育ができますよね。塾に行かせたりとか、家庭教師つけたりとか、よって子供の学力も上がっていくっていうようなね、言われ方もあるので、まあ多少なりともそういう環境プラス遺伝っていうところでね、やっぱり親が頭いいと子供も頭いいんじゃないかなっていう気はしてきましたね、すごく。でもただ、まあ別にその学校の成績がいいからといって、その子が幸せかどうかっていうのは限らない。まあ社会に出るとね、やっぱりその学力だけじゃないと思うんですよ。人間のコミュニケーション力とか、自分の学び次第で身につけていけるスキルもたくさんあると思うので、そこはね全然皆さん諦めずにいていただけたらなと思います。私実は家庭教師でもういろんなお家回ってたことがね昔あったんですけど、仕事で。その時に親が結構英才教育されてるような、もう私立の中学に通わせるような、ご家庭にお伺いしたことがあって、まあ、私の場合その試しにお試しレッスンでね、一回派遣されるって感じだったんで、一回しか行かなかったんですけど、まあ、その子のお家だと、家庭内の会話がすごい少ないかったりですとか、あとすごい静かなんですよね。なんか他の家庭もいろいろ見てたんですけど、なんかちょっと違うなっていう。で、子供も子供もね、ちょっとこうピリピリしたような感じになってしまっていて、なんで、まあ必ずしもその英才教育がいいとか、まあ学力が高いからその子が幸せだっていうのは、まあ、イコールではないなとは私は思います。付け足しておくと。ということでね、まあ皆さん、何のために勉強するか学ぶかって言ったら、やっぱり幸せになるためだと思うので、そこはね、見失わずにっていうのが大事になってきますよね。で、二つ目の、今日のポイントとして、まあ精神的なところってどうなのなんですけど、これ面白い。もうここからです、面白いの、今回。まあ結構遺伝に関するね、お話とかも結構多かったんですけど、まあ今日全部はね、言いませんけどね、もちろん。精神的な面で言うと、かなり遺伝します。例えば、親が統合失調症の方は、子供も遺伝して統合失調症になる確率が 82%。双極性障害に関して言えば、83% 遺伝するというふうに言われてるんですよ。これ、結構悲しいですよね。だからといって、親がね、例えば、実は私今、双極性障害だから、じゃあ子供を作るのはやめなさいっていうのかっていうと、そういうわけではなくて、まあ、そういった事実っていうのを理解した上で、産むか産まないかって判断をするっていうのが大事だと思うんですよ。これは例えば今皆さん手元に1000円があって、このボールペンを買うか買わないかっていう選択迫られてるとします。その時にこのボールペンが1色しか使えないのか、それとも3色使えるのかっていう事実を知らずに買って、あ、これ3色使えたとか、これ1色だったっていう風に一喜一憂するのもいいんですけど、ちゃんとこれが3色使えるボールペンで、どんな機能がついてて、どういう書き心地なのかっていうのを、まあ、例えば動画でチェックするなり、知った上で購入した方が、やっぱり正しい判断ができますよね。自分にとって、それがもし痛いことであったとしても、例えばこのボールペンだと書きにくいっていう事実があったとしても、それを知った上でも買いたいと思えるかどうかっていうところになってきますよね。じゃあ犯罪者はどうなのかっていうところに関して言うと、まあ、これ、イギリスで1994年に双子5000組を研究されていたんですが、犯罪者の割合っていうのが、冷淡さとか無感情だとか、そういったものが遺伝していた確率が、30% で、環境による確率っていうのが 70% って言われてます。だから、そういう犯罪者の子供が犯罪者になるとは限らない。環境によるところが 70% なので結構大きいですよっていうところ。ただし、みんなが好きなサイコパスだけは違うんですよ。例外で、
サイコパスはもうほぼ遺伝です。81% サイコパスの気質っていうのは遺伝すると言われていますので、もし例えば皆さんの旦那さんとか奥さん、サイコパスだったら、自分の子供もサイコパスになる可能性かなり高いです。まあ、サイコパスというとね、犯罪者とかすごいもう冷酷なね、殺人鬼をイメージするかもしれないんですけど、結構 CEO とか企業の経営者とかにも多いので、まあ別にサイコパスが悪いって言ってるわけではないんですが、まあそういう可能性があるよっていうのを把握した上で、やっぱり子供産んだりとか自分の親を見たりとかするのがね、大事になってくるんじゃないかなと思いました。で、最後にちょっと面白かったのが、まあ、外見から知能を判断することができるかどうかっていう実験があるんですけど、結構当たるっていうふうに言われています。ノースイースタン大学での研究で、まず一つ目は音声ありで映像あり、つまり私のこの YouTube みたいな感じですね、ディベートしてる映像とかだったかな。で、二つ目は音声なし、つまり私が喋ってない状態で、音がない状態で、ただただ動画の映像だけっていう状態で、三つ目はもう映像なしで、ただただ文、要はブログとかそういう感じですね、記事とかっていう感じ。この三つを研究した結果、なんと1番と2番のみ成績当てれたんですよ。つまり文章、文字化の書き起こしだけは成績当てれなかったんですけど、音声がない、つまり何言ってるかわからなくても映像を見ただけで成績当てることができたっていう風に言われてるんですね。なんで皆さん、私のこの動画音消しても私が頭いいかどうかっていうのが大体当たるよみたいな感じらしいです。なんとイケメンとか美女が知能的に見えるっていうわけではなくて、そのここで言う、外見がいい、知能が高く見える外見っていうのは、なんかまあ顔的には平均以下とか半分以下ぐらいのレベル、まあ平均ぐらいって感じです。で、バランスがいいっていうような顔らしいです。だからめちゃくちゃかっこいいキムタクみたいな感じよりかは、もう結構一般的なんだけど、こうなんていうの、バランスがいいみたいな、目の位置とかここがね均等ですよぐらいな感じの顔の方が姿勢的に見えるっていうふうに言われています。他にもこの言ってはいけないっていう本は、例えばじゃあブスと美人の収入格差、経済格差どれぐらいなんだろうかとか、あと CEO、まあ経営者は仕事ができる人にはこんな特徴があるよとか、そういったこととかも載っていて、結構残酷なんですけど、まあ面白いんじゃないかなと思いました。この立花明さんの本は他にも私何個か持ってるんですけど、なかなかね面白いです。結構毒舌なんですけどね。私のチャンネルではこのように読書好きな私、勉強マニアの私がですね、皆さんの仕事とか勉強に役立つような知識をアウトプットしている、チャンネルになってますので、ぜひ一緒に勉強頑張っていきたい人はチャンネル登録して応援よろしくお願いいたします。では皆さんの人生が現実を知ってちょっとでも前向きになれますように。では次、よかったらこちらの動画見てみてください。皆さん、あなたに合ったおすすめの動画が表示されているはずです。では See you!